ックス熱中日和。オオカミと香辛料、海を渡る風。さあ始めるかな。裏方は、クラッパ、幼少人が皆同じ夢を。幼少の旅、という一年の大半を馬車の上で。旅を共にする連れがいたら、馬が人間になって話しかけた、そう思っていた。日差しは暖かく、親しい、同じ。そんな盛大な。適度によ。いいご身分だ、夜叉台で一人死ぬために耐える。もちろん主には感謝しておる、あいにくはつ。ね。なんじゃ。つまり主はこう言いたいのじゃない。それにしても。ああ、そのはずだ。次の町。そうだ、この辺りですと北に行くにも元手がなければいい。しても、ま俺の声は、そのコロの願いは、遥かのコロの故郷が具体的なところに北へと至る道は遠く。しかし、この理由は違うのか。何かと一緒の旅というのだ。これ、おまけにコロは甘いジャズだ。だが、病気ばかり、しっかり財布の紐を締めなければ。なあ、主、この前の宝もなくなる。おいおい、道楽じゃないんだぞ。分かっておる、だが、主は、わちの色、それにまあ、確かに、長い旅でもしよう。主は話がわ。それはダメだ。よっ、郵便配電の帳。なに、わちは、ああ、もちろん。布地も華やかなのだろう。こっちは串焼きの店じゃん。おい、そう、もがれなど出ておらぬ。すまないが、寄り道は後だ。仕事であれば。今は二馬車が空だ。主も商品でな、先立つものがなくては。郵便配電の国は、いらっしゃい。ありがとうよ、またな。なかなか上等なく、次に向かう街だ。そうだな、もちろん。いらっしゃい。女、ごちそう、またの。さあ、出発。よかった、人違い。お兄さん、確か、実はですね、隣町までの届け物の依頼なロレンスさん、もしよろしく。いらっしゃい。女、ごちそう、またの。ようこそいらっしゃい。届け物の仕事、ご協力、実はですね、もちろん報酬、結構重要のあるものなのです。わかりました。ではでは、まず品の仕入れ、前払い金は出ませんので、次に契約の完了につき、依頼には決められた契約日、契約不履行となりますと、ただし期日より、ですから素早く依頼の品を集め、では。おう、どうした。ありがとうよ。またやってくれよ。契約の下もシール。ふむ。いらっしゃいませ。今日は
ありがとうございます。ところで、これ、北へと向かう予定です。北の一名です。ええ。海といっても内海ですから、ただ、やはり、それもありますし、なるほど。ええ。対岸に、リーモルンの港から、リーモルンは今、最も栄え、何か何か、ローレンスさん。そこで、実は、当紹介に、ザーラ、期限があと1年なので、どうです、キュッ、お安くしておきますよ。それに、これ、旅をするには、資金も、いかがでしょう。わかりました。では、この先を。では、ザーラ、いかが。それでは、おい、すまぬすまぬ、山ほど生、それより無視を。ん実際、だいぶ太った、ロビンの年にと思って。大丈夫、1年以内に届けることのことだ。それに、これで旅行目だ。そう言ってた、ね。ダーンと言う、街道沿いに北上して、そこの対岸にあるのがザーラ。なので、ああ、それが召喚で聞いてみたところ、リーモルンは、昔は小さな港町だ。なるほど、ああ、お前、あるような、じゃがね、飛び切りの海の幸でも食べる。残念ながら、船に乗った。いらっしゃい。女。ごちそう。また。なしよ。ああ、売却で。売った後は。いらっしゃい。ありがとうよ。またやってくれよ。ようこそ。では。の、ね。何か用か。まだ。どうした？風がし。本当だ。いや、おそらく無理。それは大変だ。あら、こんにちは。ええ、しかし、こんなに可愛いだ。私は両方に戻る。はい。このこと、もう、リビン会議に戻る。それで、ザーランドさんの距離も。ええ、私も憧れ。でも、リーモルンで常に、なぜ。でも今は、なぜにすごく、リビン会議に戻る。ロレンスさんは、ええ。もしお気が抜けば、次回の件も。すいませんが、今回は犬、またこの辺りを通ることが。はい。しかし無視よ。羊飼いの脳だ。そうじゃ。デレデレなんてしてないだろ。まあ、それ、主はああいう。そんなに不適さ。お前はここ、それとも、俺と。これ以上。ともかく、そうじゃな。申し訳ありませんが、今、海には海の、よって、渡航許可を。現在は商船と、そういうことです。なんといっても、こちらが渡航許可証です。大切な渡航券を預かるわ。なお、紹介のあるか、ご乗船の際には、お連れ様。はい、念のため、大変ご面倒をおかけしますが、そう。ノン、あの受付も融通が利きそう。ああ、しかし無視よ。わっちには、ほら。愚痴をこぼしても仕方ない。もちろん、次の地を塞ぎ込んでても何も変わらない。どうも。何かい、それで。ああ、うん、神のお導き。聞いてくださいよ。
今日はどうするんだい？はいよ。ありがとうよ。はいよ。またやってくれよ。何か用か。お。あ。はい。な。構いませんよ。いらっしゃい。どうぞ。わからないです。また妖怪だ。そんなに警戒？見たところ先に行っておくが。でもなんでって、さっきはこの町の司教は司教は手段を選ばないやつ、渡航規制も今日例の悪魔退治の、まああの男だが、光が強ければ、それにこの航路が、あんたとは楽しいよ。俺はここでしばらく情報、まあごちまたの。この町に来ればこの町の船は教会に独占する。武士だけなら船に乗るだけならなんとでもなる。やが船にの自慢のこの身にもし、そうだ、どうやらこの町の司教はこんなところでお前の正体をし、主よ、いや俺は規制が厳しいの。昔はこの辺りの他の村からも、そういえばそダメでもとも辺境の漁村で情報屋から噂を買うしかない。主よ、何黙っていても、おうどうかな。またな。そうか、またな。いらっしゃい。女ごちまたの。お、どうした？またな。今日はどうするんだい？ありがとうよ。またやってくれよ。ちょっといいかな。どうしたの？今日は馬車の歩みが。ああ、そのことか。普段そういうものは徒歩の俺としても早くす。商人にとって。ほら、荷台の果物の箱は開けるなよ。じゃがルシオ。仕方ない。ただし。わっちに。すまない。今日の積みはとても痛みやすい。それ。少しでも痛んでいるように。うん、なあ、そこで掘るには俺一人ならでいい。例えば、そう。確かに、これ。そうだろ。自分一人では自分の。ほら、俺は俺なりに勝利。分かった。話、これからわっちは痛みの。二人でより分けてみて。今日はどうするんだい？はいよ。ありがとうよ。またな。今日はどうするんだい？はいよ。またな。ちょっと見て。ほろ。主の方こそ。いや。しまった。ならば主よ。な。星を見ようと。今、ここ、相手がよく見える場所。それ、では、そん。お、どうした？ありがとうよ。またやってくれよ。いらっしゃい。
入ろ。ありがとうよ。ありがとうよ。またやってくれよ。ノーン、また少し。武士も随分と商人できるオスだ。お。お。ま。想像以上にさ。どんな感じですか。海を渡りたいという、なぜです。船は、この海はこの土地を、しかし、その曲、いえ、曲、守るとは、ええ、曲、異教の神を信仰して、それは、それが、私もそうですが、波と風と、だもんでこの辺じゃ、ですが、はい、教会が言うには、教会の働きが厳しいです。しかし、加えて、祠らな島の場所を知っとるの。教会も、しかし、いつも最後まで残って頑張る。海の枠、いえ、教会が組合長の船が、その日は大嵐の日、ただ死の間際、司教様は組合、そして組合長はその後、そうですか、ええ、近海の魚を取ることくらい、組合長の娘の一人、何を、誰、バチラは船など取り、なんだ、でもね、残念だよ、ルカの音、で、大事、でも、そう、お父さんもみんなも、お兄さん、あそこにはね、ね、あそこ、神、くれんで、潮の、お祭りの時は、なのに、すまん、うん、ルカも、私がお父さんの後をつ、そうか、やっぱりそうみたい。ぬしろこの海は宇宙になる。それともそうだな、陸路だと東だ。うん。お、どうした。ありがとうよ。ありがとうよ。ありがとう。またやってくれよ。あら、こ、私はディーモルンで伝達を終え、なるほど、この南にエルンってのつい最近見つけたばかりなんで、じゃ、私いらっしゃい。女の子、ごちゃ、またの子。おう、どうした。ありがとうよ。またな。いらっしゃい。女の子、ごちゃ、またの子。ローレンスさん、はっきりとは決まっておりません。でも、たまには知らない。おお。ところでローレンスさん、なんなりレオリーヌというの、え、ご存知ですか。いえ、ところで、その実はですね、で、うちを相乗り場所の忘れ去った。ただ相当な嫌なる、ご興味はありますでしょうか。ええ、よろしい、その代わり、ええ、もう依頼人はヨハンという。それでは、ヨハンどうするんだい。またやってくれよ。いらっしゃいませ。いかがでしょうか、契約書です。いかが。それでは。甘い。あいは果実をうまく煮詰めるか。普通は風。保存が効くなら無視がいい。素直にジップ。ほら。うむ。そうだな。今日の商談の帰り。うん。この足は。ほら。隠れているつもりでも。そこまで言うからには。さっきのリンゴの煮込み。宿でおとなしく混ぜないような。一緒にか。ああ、ヨハンさんですね。やる。すまぬ。オイエンさん、私は旅の医師。なるほど。そうなんです。私は地理に明るくないのですが。ああ、召喚から。ああ、商人よ。いえ、残念ながらかなり偏僻なところですので。しかしその体、何か。そう言ってな。な、いや、私。そうかや。いずれにせよ知っておる。商人よ、何か聞かれたら。あの、そこまで知っておるので、報酬は今は。わかりました。おお、恩に着る。
どうした？ありがとうよ。ありがとうよ。またやってくれよ。いらっしゃい。女の子。ご自分。またの子。いらっしゃい。突然ですが、何か。おい、ルカの知らない人。そうか、うん、そうだな、そうだな、ルカという子がこの村にいる。え、クダなの。お父さんの知り合いだ。もしよければ。そうだな。バカ、もう、怖い。うん、ルカ、ルカ、あの人たち。そうか。でも、遠くの街、娘よ。うん。はい。なんだお前、うん、待ってください。なんだお前と。そう思ってもらって結構。なんだ、私はここのうち、よその国。いやいや、聞いてるとは思いますが、私は代行で。虫のいい話じゃん。ほら見てください。あ、いや、アザースさん。いやいやいや、この村の方は。では、わかりました。この子と旅に出ると。なるほど。すまなかったな。どうしてそんなわけ。あ、旦那さん。おっと、話は後だ。そうじゃな。おう、どうした。ありがとうよ。またやってくれよ。もう、また少し。主も随分と商人できるお姿。おう、どうした。はいよ。ありがとうよ。またな。これで当分の巻き当たりそうだ。ん？鳥の巣か。その日などに。そのくらいは終わった。うん。俺の記憶に間違いがなきゃ、持っていく相手には。ほう。どうしたの？俺、巣をきちんと戻してやれば。やれやれ、それとも。お前の方こそ。降って湧いた大きな儲けを振る。それとも。そんなものがあったら、俺。主はただの商人で。そういうお前は。主だから面白い。分かった。そういう。いつもの通り、宿は手配。では。ん？何を言う？町には人混みも多い。たわけ。当然、押す。ここは、ほう。俺も命は惜しい。ほほん。あ？主なりの誠意はよ。それと、主は、自分が、たわけが自分をたわけと見た。これはだ。俺は。さて、町は気分の良い。ではどうするんだい？はいよ。はいよ。またやってくれよ。
確かによ。そのようじゃな。きっと気のせいだ。いや、ひっ。ねえねえ。何？ほらほら。なるほど。確かにす。こんなものを見せられた。仕方ないか。お、どうした？また寄ってくれよ。いらっしゃい。女。ごちそう。またの。いらっしゃいませ。契約内容です。いかがでしょう。いかが。それでは。今日はどうするんだい。ありがとうよ。またな。おお、ろ、ですが。では、どうぞな。では。おお、いえ、か。お前の父親に言おう。お父さん。わしも昔から奴の腕だった。だが、駆けつけてみると率直に言おう。そんな、お父さんを襲っ。よし、お前たちがロルフを襲ったの。え？鳥、うん。ロルフは刀傷を負った。だが船の方、わしはとりあえずロルフを。鳥。わしとした、一旦は蹴散らしたつもりだ。これはいかんと。わしは奴を逃がす、相当な距離を稼ぎ、石弓か何かだったのだ。よさん。そうだ、はぐれる直前にロルフから聞いた。お父さん。無事だと思うが。なぜじゃ？案ずるな。あの島周辺の海域は毒輪を。そこ。そうだ。ただ肝心のわしの話は以上。うん。嬉しい。なぜだ。年に一度。聞くところによると、あの。そう。なん。しかもこの。うん。ホロ、どう思う？ただ。お。バッチもそう。とすると、うん。もしく、しかし、ルカの父親がなんとかあの。そうだな。そうじゃな。そうですか。やはり、あの、そう、無理なお願いをして、しかし、はっきり申し上げますが、しかし、おお、錬金術師の、それは、そもそも錬金術は雑多な物質から、オイゲンさんの体の中に、異物がある限り、ただし、薬を正す、そんな、評価、しかし、その結果、ですが、皆様が正しい、あ、わかりました、わかりました、オイゲンさんは幸い、一人、リアンさんは、教会が禁、なんでも、あの人で、現在は引っ越して、おお、私はここで看病。私は歓迎、ありがとうございます。お、どうした？ありがとうよ。ありがとうよ。ありがとうよ。またやってくれよ。やれやれ。おい、さて。ほら。こうして主に寄り添って。そう言ってくれるのは嬉しい。うん、それもそう。少し引っかかる。では。よ、聞こえですね。陸路ではいけないと聞きました。は？俺もそう聞く。よ、久しぶり。船の噂か？我々は薬と包帯の。あんたも。俺は酒場にいるよ。一杯やりながら。じゃあな。では、我々は今夜、宿泊、明日の朝と。ねえねえ、じゃあね。幸いこの街が、もしよければ、ロレンス。驚いての、正解。ところで、主はどうするの？みんなそれぞれ、バッチマンの、連動、それに、さあ主よ。お、どうした？ありがとうよ。またな。まあ、
元老たるわ。しかし、さて主よ、長い旅になる。どっちでも同じ、まずは飯じゃ。なん、ならば。なぜ今日はお前の言うと。それがよかろう。これ。な、一体、てっきりお前。くべ、二日酔いでね。そ、くだらないことに付き合ってくれるわ。やはり、主のような身分、いつ。今日はどうするんだい。ありがとうよ。ありがとうよ。またやってくれよ。のん、また少し。主も随分と商人できるお姿。随分。当然じゃ。靴を。かなり傷んでいたからな。そうじゃな。実を言うと昔はな、足の裏にあんな妙な多い。慣れてみれば。うん、職人とは大したもの。そうだな。なんじゃ、さっき、それに、嬉し。それを言われるとよ。とはいえ、すまぬな。主はお人よしじゃな。こうして町と共に旅。まあ、旅をすれば金が。しかし、かかったと、その投資だと思うよ。例えば。そうしおらしくされると、こ。さしてか。うん。なんでもあり。そうだな。うむ。いらっしゃいませ。今日はどう？ありがとうございます。ありがとうございます。いかが？それでは。いらっしゃい。女。ごちまたの。おう、どうした。ありがとうよ。どうするんだい。はいど。ありがとうよ。またな。いらっしゃい。女。ごちゃ。またの。どうした。ありがとうよ。ありがとうよ。またな。あら、失礼、本日は。それは医師。ああ、私がリアン・ムーベン。それで。そうです、実は錬金術。それは大いに今日、私、いや、処方はヨハンさんから預かった。なる、商売のお話ならこの処方も大した。ほ、ええ、もち、私のところまで。ただ、いつも多少の資金援助、あと、処方の中、もしどこに行けばいい。助かります。あら、でももし俺、行商人さんなら、私は年代記作ですか。特にヨレンさんからは。わかりました。こちらへどうぞ。よろしいでしょうか。
これらを集めてきてください。必要な材料はこれ。またいらしてください。いらっしゃい。女の子。またの子。いらっしゃい。またやってくれよ。いらっしゃい。またやってくれよ。商品の目利きは、中腐った食べ物でなければだが、織物や見た目や手触りよりも木、例えば同じ形の金貨とはいえ、取引の飛びそこで各地の商人たちは神妖精の金財と神の名において取引の始め偽金はああ、これも商人のあの銀の金でもそうかな。お二人さん、ここに取り出した指をお二人の永遠にああ、間違いない先に行こうから銀細工に気を引で、どうするそっと、アコギな商売には違いないあれが指輪でなかった妖精のもの、せきのせせらぎがああ、次の町へならば安心じゃうん、もし万が一元の姿に戻れば、主のためにそうだそうじゃ、主狼が泳ぐと虫をあ、犬は犬お、まったくいらっしゃい女ごちら神のご加護お伏せよお神は見守るごちゃまたのこいらっしゃいはいどまたやってくれよいらっしゃい。女の子。ごちゃ。またの子。おう、どうした。ありがとうよ。はいど。またやってくれよ。のう主よ、なかなかに様になっておる。主のせい。女心今日はどうするんだい ありがとうよ、またやってくれよ どう、ですが おい この大丈夫か気にしな、空気が変わる、バッチバシかなり大きな雷の主もこいくら、寄せて主は、ある地方のメスタ運命の何を言い主と出会ってから、それに主の手に振る主はどう、さっきはそれ、思い出したぞ雷の毛皮や布大事だ、実は、擦り合わせ銀河同士を擦り合わせるようにうん最近、お前がいつぞやの街で買った人聞きの悪いそんな記事にお前の雷の子の仕組みを考えればそう何が、そんな野暮なことああ、大いに決まるいらっしゃい。女の子。ごちゃ。またの子。いらっしゃい。
こんにちは。いただいて。ありがとう。それでは。ごちそう。またの。ではどうするんだい。またやってくれよ。おう、どうした。はいど。はいど。またやってくれよ。ノーン、また少し。主も随分と商人できるお姿。なんか用か。ではどうするんだい。ありがとうよ。はいよ。ありがとうよ。はいよ。またな。いらっしゃい。女の子。ごちゃ。またの子。おう、どうした。はいど。またやってくれよ。いらっしゃい。女の子。ごちゃ。またの子。おう、どうした。ありがとうよ。ありがとうよ。はいど。またな。ノーン、また少し。武士も随分と勝利できるお姿。いらっしゃい。女の子。ごちゃ。またの子。ではどうするんだい。はいど。ありがとうよ。またやってくれよ。ノン、ルシア。この雨。ああ、前の待って。雨が降ると分かっておった。だが、もし一日でも。まったく、ルシの考え方は。確かに、早くダウン。巻きなんぼ、できれば火を起こしてやる。諦めてそのまま寝るから、いつも無理をさせてしまうな。女の子。ごちゃ。またの子。今日はどうするんだい。はいよ。またやってくれよ。どう、レジア。あとはあの僕ね。どうしたの。お前こそ水汲みに行っただけだぞ。待って。の。少し俺もここで休む。
主、必死な顔で探し回っている。おろ、お前との旅も長いからな。このところは忙しく静かな時間が欲しい。自慢のおすすめメニュー。ほほう、大丈夫。ではどうするんだい。あいろ。酒は飲んでもの。わっちにあの蜂蜜。おい、大丈夫か。おう、そうすれば向かい先はダメだ、この調子だと朝のうちにこの町を出ない。やれやれ、仕方ない。水を持ってくるよ。どうにかせん。それはいかん。大丈夫か、ホロ。いらっしゃい。女、ごちゃ。こんにちは。どうでしょう。毎度です。では。ごちゃ。またの。いらっしゃい。ありがとうよ。あいろ。またな。商人クラフトロール。はいはいはい。そこでロレンさん、さすが上昇人さん、2人の通行。いらっしゃい。ごちゃ。またの。おう、どうした。あいろ、あいろ。ありがとうよ。またな。いらっしゃい。女、ごちゃ。またの。ではどうするんだい。ありがとうよ。ありがとうよ。またやってくれよ。うん、むしろ料理長自慢のおすすめメニュー。ほほう、大丈夫。いらっしゃい。
この。ごちそう。またの。おう、どうした。はいよ。ありがとうよ。またな。ノーン、また少し。武士も随分と勝利できるお姿。今日の仕事、宿でホルが待ち。そこの男。夜道で物陰から挨拶とは。ほら、来るな。何やら無駄だ。そこの建物の陰に。な、お前の背中に。あの、言葉通りの意味。占い。それだけだ。ん？このこと。奴の言葉にどんな意味？あまり難しく、どの道。話の流れは大体悪い。ところで。いいだろう。他言無用とはと。この話は、そう。お前たち、それはお前が。主よ。占いとしてはこんなものか。よし。ありがとうよ。またやってくれよ。いらっしゃい。女。ごちゃ。またの。おう、どうした。ありがとうよ。またやってくれよ。ちょっと見てよ。よ、女空の下で馬車にいる。ノーン、わっちも早く来て。再建とやら、まあ、のんびりした旅も良いか。いらっしゃい。女。ごちゃ。またの。いらっしゃい。ありがとうよ。またな。いらっしゃい。女。ごちゃ。またな。今日はどうするんだい。はいよ。またな。うん、むしろ料理長自慢のおすすめメニュー。ほほう、大いらっしゃい。ありがとうよ。ありがとうよ。またな。おう、どうした。ありがとうよ。またな。いらっしゃい。女。ごちゃ。またの。おう、どうした。ありがとうよ。またやってくれよ。いらっしゃい。女。ごちゃ。またの。今日はどうするんだい。はいよ。ありがとうよ。はいよ。ありがとうよ。またやってくれよ。ノーン主よ、なかなかに様になっておる。ルシのせい。こんな心。いらっしゃい。女。ごちゃ。またの。今日はどうするんだい。またやってくれよ。
おう、どうした。ありがとうよ。ありがとうよ。ありがとうよ。またやってくれよ。おう、どうした。またな。ではどうするんだい。あ、よっ。